ジェフユナイテッド市原、千葉ジェフユナイテッド市原、千葉リザーブズジェフユナイテッド市原、千葉リザーブズは、かつて存在した、日本のサッカーチーム。日本プロサッカーリーグに加盟するジェフユナイテッド市原、千葉のアマチュアチームであった。略称及び呼称はジェフリザーブズ。2006年に、チーム名を、ジェフユナイテッド市原、千葉アマチュアチームから、ジェフユナイテッド市原、 千葉クラブに変更したのに伴い、正式な略称として、ジェフ・クラブを採用していた。ただし、クラブとしての、ジェフ・ユナイテッド・市原・千葉が、故称として、ジェフ・ユナイテッド・千葉略称として、ジェフ・千葉を採用しているのに合わせて、ジェフ・ユナイテッド・市原・千葉クラブ、ジェフ・千葉クラブと呼ばれることがあった。名称に、クラブが付いているが、ジェフ・クラブ自体は、独立した。 サッカークラブではない。あくまでも、ジェフユナイテッド市原、千葉というクラブの一チームである。2007年には、さらに、ジェフユナイテッド市原、千葉リザーブズにチーム名を変更している。文字通り、トップチームの予備軍としての位置づけとして、トップチームのレギュラーにとって変わる選手を育てるといった意味合いがある。なお、ジェフユナイテッド市原、千葉リザーブズとは別に、 第一種登録のサテライトチームが J サテライトリーグに参加していたが、サテライトの大会が2009年で廃止となったため、事実上 JF ユナイテッド市原、千葉リザーブズがトップチーム直下のクラスであった。チーム自体の元々の創設は1995年。2000年に JF ユナイテッド市原、千葉に吸収されて、現在の同クラブの下部組織のチームとして、 正式に発足されたのは2003年である。アマチュアチームは日本では馴染みの薄い存在であるが、簡単に説明すると、クラブの中でトップチームのサテライトとユースチームの中間にあたる存在である。ドイツブンデスリーガのサンブリーグにあたるレギオナルリーガのアマチュアチーム、リーガエスパニョーラのセグンダディビジオン以下の B チームと同じであると考えてそういない。このうち、 ジェフユナイテッド市原、チバリザーブズは、ドイツのアマチュアチームを参考に設立されている。こうしたアマチュアチームは日本では、愛媛 FC の下部組織である、愛媛 FC、島並み、ファジアーノ岡山の下部組織であるファジアーノ、岡山ネクスと FC ギフの下部組織である FC ギフセカンドが存在している。似たような性格のチームとしてアルビレックス新潟と、 ジャパンサッカーカレッジがある。ただし、アルビレックス新潟と JSC の関係は、システムとしては、ほぼ同一であるが、JSC が、学校法人となっている点で少し得意である。また、同じく、アマチュアを名乗っているものの、ウラーレットダイヤモンズのウラワレットダイヤモンズアマチュアは、トップチームの下部組織として機能していない点で大きく、性格が異なる。ジェフユナイテッド市原。イチハラ 千バリザーブズが一般のアマチュアクラブとして異なった点として、選手はプロサッカークラブであるジェフと契約していること、トップチームの練習試合や J サテライトリーグの試合に出場できること、ジェフの下部組織として運営されるようになってから J リーグに所属するトップチームの選手との入れ替えに一般的な移籍という手続きを必要としなくなったことなどが挙げられる。実際、 アマチュアの選手がサテライトリーグに出場することはジェフでは珍しくなく中にはトップチームに登録された選手もいた。ジェフのようなシステムの採用は将来の J リーガーを目指そうとする若手選手、また大器晩成型の選手の才能を発掘に大きな期待が持てるとして注目を集めていた。遺跡の実態としては現在トップチームとアマチュアチーム間の移動は 手続き上、遺跡という建前を用いている。ただし、チーム間に遺跡金は発生しないと、一般的に用いられる遺跡という概念からは大きく逸脱している。遺跡という言葉よりも、移動、出港というイメージで考えた方がわかりやすい。ただし2010年より遺跡ルールが変更となり、遺跡は春と夏の2回のみとなり2009年以前の、 ように頻繁に行っていたトップとリザーブマの移動はできなくなった。これを契機に2010年によりジェフユナイテッド市原千葉リザーブズは純粋なアマチュアチームとなった。2011年チームの経営難によって2011年シーズン限りで活動を終了した。クラブによると新たなスポンサーによるチームの存続を検討していたが実現できなかったとしている。また、 トップチームとの遺跡に制約が多いことも理由に挙げている。1995年にアマチュアクラブ市原スポーツクラブがジェフのお膝元である市原市の市民が地域のスポーツサッカー文化の活性化を狙って設立された。これがジェフユナイテッド市原千葉リザーブズの前身にあたる。この当時からジェフからコーチングや運営面での派遣、 支援を取り付けて活動していた。2000年に、ジェフの育成普及部のカテゴリーに加えられ、J リーグクラブの下部組織としては、初めての第一種登録チームのアマチュアチームとなった。2003年からは、正式に、ジェフユナイテッド市原アマチュアチームとなった。2005年からチーム名が変更されるのに伴い、ジェフユナイテッド市原千葉アマチュアチームと変更した。 2004年に天皇杯、全日本サッカー選手権大会の千葉県代表として、初出場、また、全国社会人、サッカー選手権大会にも出場するなど、社会人サッカーの進行勢力として、着実に力をつけていった。2005年、関東サッカーリーグ2位で、第29回全国地域リーグ決勝大会に、進出。 同大会決勝ラウンドで2勝1敗の2位となり、翌年から J リーグクラブのアマチュアチームとしては初めてとなる JFL 入りを果たした。2006年、チーム正式名をジェフユナイテッド市原、千葉クラブ、略称をジェフクラブと変更。翌年にはそれぞれジェフユナイテッド市原、千葉リザーブズ、ジェフリザーブズと改め、今に至る。2010年は、 移籍制度の変更により、トップチームからの選手補強がなく、当初から選手層が薄かったこともあり、成績が低迷し、16位に終わり、本来であれば地域リーグ決勝3位との入れ替え戦を行わなければならなかったが、ガイナーレトットリが優勝し、J リーグへ昇格したため、入れ替え戦は免れた。2011年をもって活動を停止した。 ホーム最終戦となった12月4日の本大 FC 戦には、市原臨海競技場に728人のサポーターが駆けつけ、6年間キャプテンとしてリザーブズを支えた安川洋介はその試合でゴールを決めると、その後のセレモニーでは、ここでプレーした選手たちは、このジェフリザーブズというチームに誇りを持って、1年1年プレーしてきましたと涙ながらに語った。サプライヤーは、 トップチームと同じくカッパ、カラーリングも同様、ありがとうございます。